プンプンハロー YouTube 今天我们来到松山的夜市哒啦看得到吗松山的老虎街光老虎街夜市啊我想逛街哦胡椒饼的有名的地方我朋友叫什么 iPhone case 何探してるの ここはやっぱ食事が真ん中にポンってある感じかいいねまだちょうどなんかこれ見覚えあるな違う あーそっかそっか今はまだ半分ぐらい空いてる感じかスリッパお手洗いあー帰ってスケッチャースナイキバーこれさ日本ってこんなんなってるっけないよな台湾独特ラッピングされてるナイキが好きなのそのピンクのバッグかわいいじゃんピンクああああ何食べましょうおお懐かしいなえ食べたいんだけど食べたいビンフォーだビンフォービンフォーだ汤圆很快食べたじゃん。食べたい。一個。一個就好了。ちょっと食べたい、俺も。オッケー。あ、いい。ありがとう。谢谢。谢谢老板娘。两分半，稍等一下，好的。好。美味しそうだね。メロンパンってさ、もう見たら美味しい食べたくなるな。ドーナツ？ドーナツ。もちもちしてる？サンマね。もうちょっと見るか。うん。うわ。毎日この匂い嗅いでたら嫌いになりそう。これ食べたことある？なんか不思議な食べ物。なんかおやつ系なんだけど、甘いやつ。いや違う違う。なんか白い粉のやつ。あとでデザートで食べよう。なんか結構不思議。じゃあ今んとこ夜市行ったのはこことあそこ？南じいちゃんと本山寺。ニンシャーはまだ？ニンシャーもあれだよグルメで有名だよニンシャージェイエス待ってあそこ美味しそうじゃね大川大川食べようぜ食べたどうだったずっと大川一个综合原味的，嗯，一个原味。啊，不用。谢谢。嗯，ありがとう。こういう店も今 LINE Pay 対応してんだ。いいですね。でも現金のが早いっていう。多いなここ松山市町豆腐だ
おい。ここも人多いね。どら焼き？違うか。ヤンロールーローファン。この羊美味しそう。めっちゃ人が多いです。どうですか？しかもすげえいろいろある。これを何全部やるの？いや違うの、あチキン以外。チキン以外、じゃあこれとこれでいいんじゃない？三人でいい？うん、羊肉、三个羊肉、两个牛肉。ガストラブルです。俺が焼く。絶対うまい。どうぞ。ピカチュウ。優勝。優勝。あれそれどっち？先に買った方じゃない？あと。あとか。それ何だったっけ？あ、ドーナツか。ん？じゃない。ありがとう。いえ、待てよ。ではいただきます。うん。ねじりパンみたいな感じの。うん。クロワッサンだ。うまっ。うん。中さ、ちょっとサクサクで、中はほんのり甘くて、これめっちゃ美味しいです。ミルクティーとかコーヒーにめっちゃ合いそう。うん。じゃあどこ押すの？赤。それはメロンパン。ゼンマヤン。うまい。うまい。さっきのと、さっきのとどう？比べると。両方違うけど、まあ買おう。何が買ってる？本当だ、こっちの方が温かいのと冷たいので両方楽しめる。頭にピカチュウ乗ってる人の横にピカチュウみたいな人が来てね。ちょっとピカチュウかぶり。あ、シャンちゃん食べてる。この絵めっちゃシュールだな。これ重すぎる。ハウツマ。ああ。学生さんですか？あ、学生です。あ、そうですか。観光まだ。リーベンレン観光。あ、まだまだ。学生、学生。うん。嬉しい。うん。台北の学校。台北。政治大学。政治大学啊，政治大学。然后师大。我在日本，你用拿了那个你给我吃的。真的假的？我在日本留学七年。哇，难怪。嗯，好吃。好吃。这里的叶子很好吃，东西很多。台湾是好吃的。好吃ですね。好吃。台湾名字？我过啊，六年。六年。哎，他老家吗？私はまだ3ヶ月、2ヶ月、2ヶ月目。2ヶ月、でも、北京語がペラ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 。どうして？もうそろそろ10ヶ月は日本観光オープンするかも。Maybe。多分。うん。うん。羊も大好き。他喜欢羊肉。ちょっと干。この色、あ、多分ヤンロー。ヤンローか。
大好きです。私も食べ物が美味しいでしょ。美味しい。あの日本の食べ物も多いでしょ。多い。回転寿司とか。だから本当食べたくなったら日本の料理もあるし。そうラーメンとか。すごいいい。寿司お寿司もあるし。回転寿司。わ辛い辛い。牛丼食べたん。さっきそこのシャンズリーメンイエヨチンズ丼親子丼、親子丼しかも95元とか安い美味しいですか。おまだ食べたことないけど、あそうです、ね、見ただけそれニューローかな、違うかそれもやろうかな、ニューローじゃないかんね、おいも美味しい、里芋里芋なんかわさの今と、ああ、そう、卵と、あ、さっきのところ、塩卵、美味しい、前に、あ、あれか、あれか、20円と25円、安い、美味しい、ソンシャン夜市いいですね、そうですね、本当いい、あ、これはビール飲みたくなるわ。ワンちゃん眉毛。に目今まだノリついてるぞ、ノリ、え、かわいい、かわいいし、あくわよ、みたいなもん、どうぞ苦手、もう一個あるよ、大丈夫、いいよ、大丈夫、行くか、だったらいいの、あ、いいよ、いいよ、ピカチュウ先輩と会ったし、あれ1目慣れたの、面白い、美味しい、ここ、先生バイバイ、お楽しみに、はい、ありがとう、美味しかったね、いいお店、めっちゃ広いな。ここにしよう。俺大腸。俺やっぱ大腸かな。メイン。それに。で、基本なんか何でも入ってるけど、追加するならこっちって感じ。いや、いいやん。大丈夫。うん。まだ安心しよう。OK。よかった。うまそう。もう俺もこれ入れちゃおう。た、蝶々号どう？美味しいですか？もう蝶々号なのに最初から辛いの俺ら入れちゃうっていうの。薄いよな。次は直接マーラー。